ワンズでーす。帰りです。小林です。今回も、まあ、大人気のね美女ハルッチが登場するわけですもう何回も登場してもらうんですけどちょっと気になったわけですよ。彼女とデートしてる時に、特にこう付き合ってないけど普通の友達の女の子とかとデートしてる時とか、おしっことかうんこしたくなったけど恥ずかしくて言えないとか、で漏らした時にうまい対処法を作っときたいわけですよ。 うまくごまかせるような対処法があれば怖くないんだよ。漏らしても、もしかして漏らしても女の子何も言わんかもしれない。そう、私もしちゃったみたいなになったら最高やもん。どういう反応になるか気になる。それを今回実験していくこと題して、美女とデート中におしっこ漏らしてみた。まあ、美女とドライブ中におしっこ漏らしてみた。まあ、詳細を説明するとですね、実際におしっこ漏らすわけではなくて、こいつを使います。デート中にやばい、めっちゃおしっこしたいみたいなことを催しといて、もう言っとくわけよ。こっちが流しとくわけ。それを伏線を張っておくと漏らす。で、一気にズボンに染み込まして、あ、やばいって言ってトイレついたけど、トイレの目の前で、あ、漏れちゃったみたいな感じの動画を。で、それでハルッチの反応をね、見ていきたいと思ってます。本当にやらかしちゃったみたいな空気に。そうそう。あ、やばいみたいな。そう。あ、これ行っちゃったんだよ。え、どうしようみたいな感じで。そう。掃除してくれんって。家無理だよ。え、ハルッチおらんかな。笑うわ。そう、そこなんだよね。あのハルッチが真顔で、うわ、こいつマジかみたいな雰囲気になるとは、あんまり思えんなみたいな。俺らがしんみりしとるからさ、真面目な顔なのかもしれない。どうなるんだろうな。で、俺がやばいから、ちょ、一回拭いてくるわってトイレ行ってから、その間ね、ハルッチの本音を聞き出しといて。よし、それではハルッチをね、迎えに行きましょう。頑張るぞ。高速道路に乗りました。あ、すっげえな、それ大森一宮のインターあります。インターじゃねえや、サービスエリア、はい、え、これサービスエリア、わからん。じゃあここで、なんか一人一品、え、え、みんなで行ってきましょう。はい、僕たちが買ってきたのはこれです。小林、さっきさ、めっちゃキモいこと言っとって、ハルチの家着いたのって、そしたらさ、もう覚えちゃったよとか、君の家も覚えちゃったよ、君の部屋もね、みたいなこと。あ、かわいい。尻尾の先なんかダイナマイトみたいなのついてるけど大丈夫？あれシュリュー、シュリューラン、あ、シュリューランで何いやいや、今天津川ガツチみたいな鳴き声してる。あのビスケットオルバみたいな人、すごい犬散歩させたんだけど。誰だからさっきから調べてみ、多分ハルッチそういう男の人タイプって感じ。ゴキブリやゴキブリ。まおつえー、よし次行こう。レッツゴーレッツゴー。はい、次のとこ行きましょう。めっちゃおしっこしたい。次のサービスエリアでしょ、うん、誰かも。トイレが近いから。そうなんて。今日京都まで行くもんね。ガソリンあと2メーターだけど大丈夫。ハルッチしとった。高速道路から見えるホテルって全部ラブホらしい。それ俺が行った情報。うん。はい。はい。養老だって。養老サービスエリア。トイレもついでに行っとく。トイレとりあえず行っとこう。ちょ、俺もトイレ来て。買ってから。買ってから行こう。買ってからトイレなの、うん、トイレから買ってから。買ってからトイレ。あ、食べ物が食べるから行くの。サービスが着いたんで、トイレで濡らしていきます、今から濡らして。まだもっとびちょびちょ。待って、これバレるって。あんま下の方がいて、やばいな。そんなババラじゃない。やばい、ちょっと隠せる、これわかる。全然わかる、全然わかる、やばい。もういいって、もういいって。で、これで次のサービスエリア着いた時に漏らしたって言って、隠した服を上げて、ガチ感出して。そう、ガチ感。こっち見て歩いてきて。やばいって。これどうすんの、やばい。あっ、こんなことする紹介にならん。見てください、これ養老サービスエリアですよね。養老サービスエリア、はい。東海の人からしてみれば、もう平板平板です。養老サービスエリアの飛騨牛、はい、飛騨牛は肉巻きおにぎり塩サンドは厚切り塩サンドで、小林は生フランクの生焼いてないやつ。それはきついやん。焼き生フランク、そういうことですね。おー、やば、霜やば、霜買ってきました。はい、僕が買ったのは厚切りタン塩。私が買ったのは肉巻きおにぎり串。これはこれですね、生フランク。うまっ。今まで食べた中で一番うまい。一番うまい、うん、今の一番何？ヨーグルト。やっぱこの流れ全 YouTuber やってます。この流れ全 YouTuber やって、全 YouTuber 滑る。みんなヨーグルト滑るの？うん、そこは別です。全ヨーグルト滑るわ。予想できたんやん、それ言ったら。俺ちょっとポだ。食べます。
ポケモン明らかに名字の名前だろ。そういうポケモンいなかったっけ。めっちゃおしっこして。え、本当におしっこして。こんなペースなんや。やば、マジで。カフェインとか取るからさ、やっぱりめっちゃおしっこして。やばい、我慢できんかも。あ、いいよ、じゃあお金もらして。本当にそれやばい。絶対できない状況。自分の車だし、もうズボンも入ってる。用意って、我慢できん。尿道が痛い。サービスやつどんぐらい。3キロあった。まず急におしっこしてくれた。我慢できるから。できると思う。余裕。あ、もう来るよ、着くよ。やばい。次3つ目で、この振動がいかん。3つ目です。もう腹いっぱいじゃわしゃ。デイリーとかもあるから。あ、ちょっと待って。やばい。え、何でした。戻した。ずっとですよね。ほんと。ほんとに。え、ほんと。マジ。ほんとに。え、ほんとに。マジ取る。いや、俺21歳か。え、本当に取る。嘘。分からん分からん。本当。え、大丈夫大丈夫。え、小林さん本当これ。いや、分からん分からん。え、本当に嘘。ちょっと待って、撮っていいの。嘘、本当に。本当に。いや、カメラ止めて、カメラ止めて。本当に本当。そっち止めや。本当本当に。止めたよ。本当に。いや、マジでこれ見て。え、本当に本当に言ってる。もうなんか振動でビュって出ちゃって。本当に言ってる。本当に言ってる。ガチガチガチ。嘘。いや、分からん。え、本当に言ってる。本当に。これマジだ。本当に。さっきからずっとしたいって言っとったやんか。いや、引くわ引くわ。え、全然私引かない。別に。マジで。うん。現象だもん、知らないまさ。あるかもって笑いしすぎたらおしっこしちゃうもん。そう。そうなの、申し訳ない。大丈夫だって回答。落ち込むなって。本当に？本当に回答。ちょっと一回トイレ行ってくるわ。うん、いいよ、行ってきて。トイレ行ってくるわ。え？拭いてくる。とりあえずパンツ。主にチンコとか。うん、分かった。大丈夫かな、バイト。何やの、なんか寂しそうな背中。寂しそうな背中、大丈夫かな。俺プライベート用で撮っちゃったけど今。プライベート用。大丈夫かな。でもハルチは笑ってくれたから。よかった。笑って別にハルカだからね、全然何も気にしないよ私は。何も気にしん。うん、別に何も気にしないです。びっくりはするよ。あ、泣いてる？そんなシリアスな雰囲気？泣いてる？泣いてる？大丈夫かな。まあ、すごい悔しい。え、これ笑った方がいいのかな。どこなの、こ、まあ、いつも通りに接すればいいんじゃない。別に俺ら何も気にしないよね。うん、全然気にしない私。大丈夫。ごめん、ちょっと全然いいよ。大丈夫。メンタルきたわ。このカイトがメンタルきてんの。いいじゃん、あれじゃん、なんかデート中とかじゃなくてよかったじゃん。誰にも言わんから。別にこの動画も俺プライベートで保存しようから。誰にも言わないよ。言うわけないじゃん。恥ずかしい。寝ないで。大丈夫だって。マジ大丈夫だよ。おしっこ漏らすことなんて別に恥ずかしいことじゃないよ。本当に。うん、これからも漏らす。やだやだやだ。どうだ、ダメで漏らしたら。泣いてるの。泣かないで。大丈夫だよ、21歳男の子なんだから。大丈夫だよ、かえちゃん。21歳だ。ちょっと小林ダメだよ、これ YouTube 載せちゃう。いや、じゃあ俺プライベートでよく撮るやん、こういうの。それめちゃくちゃ厳しいやん。大丈夫だって。こういうことねえ。ピーサとトライブ中のおしっこ漏らしてみたなんて。本当にでもさ、すごいなんか急にショックって泣い出してさ、だってここ濡らす、どうやって濡らすんだろうって。そうだよ、今回無理やんって。無理だよ。もうちょっと焦ったよ、ね。え、またこれったらいい。これで偽企画。うん、あ、このためです。このため。ごめんなさい、京都行きなかった。ごめん。そう、俺ちょっとさ楽しいしょったからさ、まあ、これ心苦しいと思っとった。もうよかった。でもよかった、偽で。どんぐらい信じた。最初は冗談と思った。最初は冗談だって、もらっとるもん。いや、冗談やと思ったよね。嘘やろって思ったんやけど、なんかあれってでもなと。ちょっとなんかそのふざけとるけど悲しみが込み上げとる感うまかったでしょ、演技。なんかカイトだからあんまり弱い部分は見せれんけど、うん、でもちょっとガチでメンタル来てるかなと思って。
これやばい。ナイス演技。こんなビゾリドッキリばっか仕掛けとったらみんな警戒する。マジで。信じれんわ。何があっても信じられんから。車とかで事故ってドッキリでしょ。ドッキリやってくれて。お前本当に車事故ってもドッキリやってくれて。本当に安心した。うまいドッキリだった。上手だった。安心した。安心した。よかった回答おしっこ漏らしてなくて。いやもうなんかハルチの優しさがにじめ出とったことね。大丈夫だって。私も漏らすよとかって言ってたところ、こんな嘘つけと思って。漏らすかそんなやつで。でしょ。しすぎて、あ嘘ついちゃった。こいつ触れとんなっていうのは伝わった。大成功ですね。はい。いい反応してくれて逆に。いやさすがいい反応。ごめんなさいねドッキリかけさせて。ごめんなさい。全然大丈夫です。もうよかったです。またかけますね。またなんかかけますね。ずっともこうやってアンテナ張っとくね。そうですね。警戒しちゃう。ハルチの前でアンテナ張っとってもね、アンテナの射程圏内がすごい狭いからね。ということで。ありがとうございました。ありがとうございました。参加していただいて。ありがとうございました。次回、イケメンとデート中に美女がおしっこもらって。帰りましょう。バイバイ。バイバイ。着替えた。なんか汚く見える。パンツまで大染み込みしとった。パンツ大染み込みよ。パンツの会話ない。パンツの会話ない。大染み込み。